どうも、今へのボールです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は、ブリーチの1号を、書いていこうと思います。ツイッターで、なんかこう書いてほしい、男の子いますかという感じで、ね、お聞きしたところ、まあね、ブリーチの1号というね、お声があって、で僕も、小学生の時にね、からジャンプで、こう読んで、アニメも好きでこう毎週ね見ていた、そういうね、あの少年なので、で今度なんか8年ぶりにまたあのアニメ化がなんか始まやるらしいみたいな話を聞いたので、よし、じゃあちょっとこれはね1号書こうと思って、今回、書くことにしました。で一度、ライブの方で、1号ね書いてはいたんですけれども、まあ、そこでは、下書きと、まあこう軽く、色を塗った程度でね終えていたので、今回は、最後までちゃんと、線画と、着色のところまでやって、で仕上げたものをメイキングでねちゃんとまとめていこうと思いますので、よろしくお願いします。でテスト彩色をねして始めてはいるんですけれども、まあ、今回、いつもとちょっと違った塗り方をしていこうかなと思ってまして、なんか日本の絵と海外の絵 の違いみたいなのがなんか昔ね知って面白いなと思ったんですけれども、海外の絵って日本の絵と違って影のあるところに光を落としていくっていう、そういう描き方をするらしいんですね。で日本はどちらかというと光が当たっているそういう物体にこう影を落としていくっていう、なんか逆のプロセスでこう色をね描いていくっていうのを学生の時になんか知って、面白いなと思ったんですけれども、僕いつもそのイラストを描く時にその光が当たっている物質に、こう影をね落としていくっていうやり方をしていたんですけれども、今回は、それとは逆にね、ちょっと海外の絵っぽく、影がある物体に光を当てていくっていうプロセスで絵を描いていこうかなと。なんかそうするとね、なんか僕の中では結構エモーショナルというか、こう、繊細な印象を与える絵をね、作ることができるんじゃないのかなと。そういう印象をね、与えるんじゃないかなというふうに思っているので、今回ね、そういうちょっといつもと違ったプロセスで描いていこうかなと思って、描きました。でこの絵の、2つ目のね課題として、まあ、ちょっとあのいつもその色数は結構抑えたりとかしているんですけれども、まあ、今回は1号ということでね、元々の色をね知ってる方は、まあ、ご存知だと思うんですけれども、黒と白とこう肌色とオレンジぐらいしか色を使わないんですよね、基本的には。でそうすると、まあ、ちょっとねこう味気ないなというわけではないんですけれども、もっとこう変化球的なものが欲しいなと思ったので、今回の、イラストでは、まあね、本家ではあまり見られないようなね、そういう、なんか、こう、独特というわけではないんですけど、僕のユニークな、こう、色使いをね、していこうかなというふうに、思って今回描いております。例えば、まあ、あの、イチゴのね、髪の毛の色がね、ハイライトだって、こう、黄色を乗せたりとかしてるんですけれども、まあ、ちょっと影色の方でね、こう、イラストっぽく、こう、青色とか、紫色とかを、こう、乗せたりとかしてるんですよね。まああとそうですね、後半になると分かると思うんですけども、あの服装のところに、大焼きでこうちょっと明るめというか原色をちょっと再度強めたような、そういう反射光リムライトとかを、入れることによって、こうなんか普通のキャラデザーにはない色をさらに足していくっていうことをして、よりなんかこうイラストの中でその重層感といいますか奥行きをね出していこうかなというふうに、自分の中で、ね、課題を設けて、今回のイラスト、取り組んでいます。前回、イラストでね、あの有村さんっていう僕の長くさせていただいている声優のね、有村さんのイラストをね描かせてもらったんですけれども、その時は結構あのビビッドなゲーミングっぽいそういうね絵を描いたんですけれども、そのイラストは結構彩度が強めだったんですよ。アニメ塗りにねしていたんですけれども、まあ、今回に関しては、それとは本当に真逆で、結構サイドは抑えて、しかも、キャラクターの色は結構暗めでっていうね、自分がいつもやっていることとは本当違うような表現をしているので、結構ね、苦しんでいたりとか してますね。あと、大焼きカラーっていう、そういう、レイヤーの、効果、レイヤー効果をあんま僕、使ったことがそんなになくって、メインで使っている、効果っていうのが、スクリーンとか、加算とか、
がメインだったりするので、大焼きそういや使ったことないなと思って、まあ、今回ね、初めてというわけではないんですけれども、こう大焼きを、まあ、メインで使いながら、こう新しい自分のこうなんか可能性といいますか、なんか新しいことできないのかなというふうに模索しながら、ね、書いていますね。あと地味に困ったのが、こうキャラクターの明度をね避けてしまうと、こう全体的に顔まで暗いみたいになってしまうんですよね。人間ってやっぱり目に一番最初にね目が行ってしまうので、こう相手のそのキャラクターの目が暗ってなった時に、その目が要は見えなくなるわけじゃないですか。でそうするとなんかこうイラスト全体のその完成度がなんか下がりそうな気がしちゃって、どうしようかなっていうふうにね思ってたんですけれどもね、まあ顔にその、まあ、軽く顔に発光させるようなそういうのを入れて、まあなんとかこう事なきを得ている感はねありますね。ここのその微妙なねさじ加減っていうのがねすごい難しく感じましたね。でお気づきのね方も、いらっしゃるかとも思うんですけれども、今回はGペンとか、は主に使ってなくって、使っているペンは水彩をメインで使ってるんですね。で前回のなんかこうライブとかで、まあ、ちょくちょく言ってたりするんですけど、僕そんなに水彩ペンっていうのがなんか得意な方ではなくって、なんかこう色がね淡く なりすぎてしまったりとか、なんか伸びがちょっと違うな、こうじゃないんだよなっていう風にね思ったりとかするんですけど、まあ、今回はあえてもうなんかそろそろちょっと慣れなきゃいけないだろうということでね、ちょっと逃げてた自分とそろそろ向き合わなければねいけないかなというふうに思いまして、で使ってみてはいるんですけどね、どうでしょうか。その僕の中では結構その癖はまだこうあって、なんか自分の中で馴染んでない気がするんですけど、ただねちょっと仲良くなれたなっていう、そういうふうにね思えた瞬間があって、このイチゴの髪の毛のこの束感っていうのをすごい表現するのが難しいなっていうふうに思ってたんですけど、意外とその感じとその水彩ペンがなんかマッチしてるなっていうシーンがちょくちょくあったりとか、あとはこう反射光とか光とか入れていると、こう水彩ペンっていうのがすごいなんか合理的じゃねっていうふうにね思えてくるシーンっていうのが、まあ、ちょくちょくあったんですね。今までそこをその G ペンとかで無理くりやろうとしていたところがあったので、なんかすごい苦しんではいるものの、新しい発見があったりとか、なんか今までこうなんか仲良くなれねえなこいつと思ってたやつが、意外とこいつとは友達になれるんじゃないみたいな、そういうなんかこう独特な距離感がなんか掴めてきたなと、水彩ペンとね、そうという発見があったね、たりもしたので、割とその自分がこういやーこれんな無理だよとか、いやこれ苦手なんだよなっていうことを、まあ、あえてねこうやって挑戦してみると、なんかこうあれ意外とこいつと仲良くなれるかもとか、あれこれ意外と使えるかもみたいなシーンとかってあったりするから、なんかこう面白いなっていう風にね、まあね思いましたね。なんでまあ次もね、なんかこう水彩ペンとかを、メインでね扱うようなそういうねイラストを描いていこうかなという風にね思ってしまいましたね。意外とこう主線とかで線画とかで水彩ペンを使っても、割とそのあこれいいなって、逆に水彩ペンじゃないとできない表現があるなというふうにね思ったので、例えば今回のイラストですと、割とこう繊細なイラストとかを描きたいなっていうふうに思った時は、こう G ペンとかだと逆にこう主張がね強すぎてしまって、強くなりすぎてしまって、なんかここにいるよみたいなのが強くなってしまうんですよね、僕のイメージですけど。でアニメ塗りとかこうアニメ調のね、イラストを描こうっていう時には、多分 G ペンとかそういうのって丸ペンとかっていうのはすごい生きてくると思うんですけれども、ただイラストってなった時にはこう意外と主線はそういうちょっとなんだろ こう繊細な時は G ペンとかじゃない方がいいのかもしれないというふうにね今回のイラストを描いてて思ったので、まあ次回もね試してみようと思うんですけどもね、まあ、皆さんも視線何ペンで書いているのかというのをね教えていただければね、僕もちょっと参考にさせていただこうかなというふうに思ってますので、コメントで教えていただければなというふうに思います。
lines and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same?テクスチャを、乗算で乗せて、微調整をした後に、トーカーブをして、今回のイラストは、完成となります。今回の、完成イラストに関しては、自分の、ツイッターの方で、載せておりますので、概要欄の方から、ツイッターのリンクがありますので、そちらから、チェックしてみてください。それでは、この動画が、役に立ったと、イラストいいねと思ってくれた方は、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。